草間大作、エドフの鉄心と一つなれ。 動いた。コマンダー、ミッションを中止させますか？オペレーターは対GR戦闘の想定訓練をしていません。なら今すればいい。データを取れ。ミッション続行。 マリア・ボイニッチがお伝えしています。発見されたばかりの GR が海中から現れた GR と戦っています。本当にこの子が動かしているの？ GR の口が！ あの距離では！ GR のオペレーターはまだ慣れていないようです。予定通り GR-1 を確保する。 大作、聞こえないの？ 聞こえてますよ。 オペレーターのバイタルウェーブ、アジテーションステート。復帰までの予測不明。 GR2 を回収。 GR2 回収。
即時撤退用意。強制回収コマンド入力。フロントゲート開口。 GR2 を収容。潜水艦と思われる磁気反応、赤外線反応を確認。 GR2 収容しました。船舶弾が投下されています。アクティブステルス艦でもゲートを開けば裸だ。フロントゲートが閉まり次第急速潜航。ゲートが閉まり次第急速潜航。観察は？バイタルウェーブが急速に低下中です。硫酸マグネシウム溶液排出まであと3分かかります。待てない。それは世界で唯一国籍を持たない24時間のニュース。ウォールキャスティングフロントラインネットワーク。日本最西端の遺跡発掘現場から発見された GR は果たして何者によって動かされたのでしょうか。これまで世界各地の遺跡を破壊してきた黒い GR が南与那国島から発見された GR と一時戦闘状態となりました。発見されたばかりの GR が海中から現れた GR と戦っています。挨拶もしないまま出て行ってしまってすみません。僕はユニゾムという国連機関に身柄を保護されています。8ヶ月過ごした島の生活、とっても楽しかったです。できたらまた帰ってきたいって思っています。あ、心配かけちゃってすみません。親とは一度話し合いするつもりです。社長には本当にお世話になりました。花酒あんまり飲みすぎないでくださいね、大作。